やいや、そう意外とね。こんばんは、久しぶり、ありがとう、嬉しい。こんばんは。そう、黒なの今日は。真っ黒。すごい、さっきまでさ、どうしても眠くて、あの寝ててアラームかけてね、起きたんだけど、そっから気づいたら二度寝してて、配信前に起きれてよかったっていうね、よかったっていう。私今日さ40分からにしてたじゃないですか、私30分からにしてたら寝てたんだけど、危ない、焦っちゃった、気づいたら。まつげありがとう、嬉しい。二度寝しちゃった。富士急の動画へありがとうございます、やったね。そう、富士急にねギリギリだった。でもさ、電車とかもだけどさ、あの寝落ちしててもさ、起きる時って起きるんだよね。こう脳がさ、こう起こしてくれるよね、危機感あ持っちゃって。こういう時に限ってね。あと、ありがとう。そう、出のまるし、明日ねにね備えて、あの今日は早めに終わりたいと思います。あと、ありがとう、嬉しい、皆さんありがとう。また変わった、かわいい、かわいい。そう、駅とかね、あ、山手線、あー、すごい、なんかそれもある意味いいのかもね。なんか旅、プチ旅行、東京一周旅行みたいな。寝てるからもう旅行にはなってないけど、山手線一周楽しそう。私電車で揺られるの結構好きなんですよね。地下鉄ってよりかは、JR 系はさ、外の景色見れるじゃん。旗ありがとう。そうだからね、結構私は好きですね。だるまありがとう。りゅうちゃんこんばんは、よろしくお願いします。え、すごい、往復するぐらい結構なかなか寝てるね、すごい。ハートありがとう、嬉しい、皆さんありがとう、ラブ。ね、新幹線私本当に乗ったことなくて、あ、だるまありがとう。修学旅行と、隠れかな、名古屋行かせていただいた時、新幹線のウキワクワクしてた、楽しかった。ね、そうなの、ね、わあ、嬉しい、 I love you しげちいさん、 I love you、 ありがとう、好きだよ、ありがとう。私ね、今日さ、今日さというか昨日配信終わりに、今日が祝日だということに気がついたんですよ。でも朝起きたらその記憶リセットされてて、今日は平日だから朝の時間に親に電話かけても出ないなって思ったら、え、今日祝日じゃないって思って、もうね、今日の祝日ということをね、もうすっかり忘れてた。ゴールデンウィークではあるんだけど、なんかいつが祝日でいつがなんだ平日なのか、私にはもうなんか
その感覚がなくなっちゃっているから、そう忘れてた、今日が祝日のことをまた忘れちゃってて、釣ってくださいは難しいけど大丈夫心配になっちゃうよ。サッカーって地区に足の怪我ね。9時ぐらいに、21時ぐらいに大丈夫できたらいいなと思ってます。すごい目めっちゃシャブシャブする、パシパシパシって大好きがマックス、嬉しい。これからマックスより上になってくれたりする？マックスめっちゃ嬉しい、ありがとうね。そうそうそう、なんな顔してる？なんかいつもよりさ黒だからさ、目にめっちゃ光入ってさ、私目の色こんな色だっけっていうような色してるね。見慣れないんだけど私、私がさ寝ぼけてるからこうすっと起きてんのがわかんないけどまつげ美容液はなぎささんが以前ツイッターで紹介していらっしゃったものを使わせていただいてます。同じものを、何がいいか、私もねまつげ美容液何がいいんだろうって分かんなかったんだけど、なぎささんの投稿のものは確実かなと思って真似させていただいたら、あすごい見えた、いただいたらもうその通りもう伸び伸びしてくれました。嬉しい。マスクって言ってマックスこうやってね、ありがとう、伸び伸びしてくれた。肌ありがとう、全然なんですよ、全然ですよ。明日会ってから皆さんとお会いして、ゆかちゃん肌荒れてないとかなってる、恥ずかしいだるまありがとう、いいね、スジローさんお寿司いいね。私も今日はね朝お寿司というかお刺身ね買ってたので、朝から海鮮丼みたいな、ポキ丼みたいな、胃の中でポキ丼みたいなのをしました。美味しかった。そう朝からお刺身、私ね朝がっつりいける人なんですよ。朝からね結構重めのものもいける人なので、ちょっと良さげな朝を今日は過ごしました。朝ごはん食べるために早く起きたもんあたりがとう、嬉しい。そう白優香と黒優香になることが、ね、あります。白か黒かが多い。昨日の連言大丈夫でしたよ。でも配信終わった後もね連言感じてた、大丈夫でした。何も起きなかった、起きてないので、起きなかったわけじゃないけど、起きてたけど、急にさ画面からいなくなるとさ心配されちゃうけど大丈夫です。あバレたな、バレてしまったら仕方がないわあ嬉しい、しげちんさんありがとう、星ありがとう、嬉しい、ありがとう。声が寝起き、いやーびっくりしたよね、私もさこんな寝起きになると思わなかった。声眠そうすごいお見通しですね、何でもバレちゃった。あとありがとう、虹色の星ありがとう。
でも配信できてよかった。明日はね、皆さんとお会いできますから、できる方もいらっしゃるということで、楽しみ、すごく。そう、40分っていう開始時間はこれシンプルに先輩のライブと被らないようにっていうので、リクヤさんありがとう、 I love you、 ありがとう、嬉しい、今日もお疲れ様。そうで普通に10分ずらしてたんだけど、この10分があったことによって私は寝坊をせずに済みました。もうね、この10分にね、すごくすごく救われました。いやでもね、普通にね、本当に、ね、9時から配信しようか45分から配信しようかって迷ってたんだけど、そう、もうこの10分、昨日の私天才かと思った。昨日というか今日の明け方0時なんですけど、0時台の私に感謝。30分からでもね、全然ダメじゃなかったんだよね。30分からでも OK だったんだけど、私は余裕を持っての10分をね、ちょっと入れてみたのよ。いやー、感謝、自分に感謝。自分に感謝です。星ありがとう、ありがとう。そう、リレモンちゃん可愛かった、よかった、嬉しい。ピンクだから、そうそう、ね、昨日は咲いてたかな。昨日はね、あのあとね、レンコンを感じながらね、ドラマを見て、その後にちょっとゴロゴロしてたかも。すごい久しぶりにゴロゴロしてた。そう、虹色の星ありがとう、ありがとう。本当に本当に当たってほしい。私も本当に本当に当たってほしいので、念を送っておきます。皆さんにね。タコさんありがとう。ハートもありがとう。星もありがとう。ありがとう、みんな。そう。うんうん。短め、嬉しい。ありがとう。短めになっちゃうけど、明日は何時だろうね。わお、夜なのは確実というね感じなんですけど、明日は何時だろう。夜です、夜、夜頃したいと思います。結婚しよう、ありがとう、ハートもありがとう、ありがとう、嬉しい。聞き覚えありすぎる。いや本当にそう。いやあのね、私起きれないと思ったから、8時に一回ねアラームかけてて、で家族にも一応家族 LINE で、ね、私8時に起きますというね、目押しで連絡をしていたの。だから通知音量も最大にしてて、でも結局二度寝するかい、眠かったみたい。だから私の中では朝配信みたいな感じ、寝起き一番配信だから。お辞儀した、お辞儀したよ、もうペコリとペコリとしました。涙目だね、すごい、涙乗ってんの分かるじゃん。
危ない、グバーとかしようとしてた。私さ貧血じゃないけどさ、貧血気味だからここめっちゃ白いの、びっくりしちゃうよ皆さん、白ってなるかもしれない。あとありがとう、だるまもありがとう。そう、私健康診断の時にさ血圧なさすぎてさ、いっぱい測り直したもん。機械じゃ信用されなくて、私の血圧は基本は機械なんだけど、私はできなさすぎて、ね、先生がしてくださいました、プシュ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 ってやつで。そう、機械に負けない圧を持ってた私は。そうなのよ、何回か挑戦したけど、いや あのさ、なんか健康診断の時ってさ、ご飯はなんか前日の夜は気をつけなきゃいけなかったりするじゃないですか。で私はもうかれこれ十何時間ぐらいご飯を食べれない状態でいて、もうああお腹すいた、すごいお腹すいたみたいな状態で行ってたので、もう血圧上げれるものも上げれずに、もうああお願いしますみたいな感じだったから、めっちゃ反応悪くてね。ハートありがとう、嬉しい、はい、ハートありがとう。そうだよ。朝弱いイメージないけど、でも私はねもともと朝すごい弱い人なので、朝全然今も得意ではないんだけどね。こんばんは、こんばんは、かいさんはじめまして、よろしくお願いします、ありがとう。わあ、虹色の星もありがとう。ありがとう。注射は好きではないよね。注射得意な子っていろいろ得意ですかね。私は全然なんか、なんなら針見れないんで、グッてしてるね。怖くない？怖くない？針は見れないです、なかなか。遅れたーって、おお、お疲れ様です、楽しかったですか、すごい見たいですね、私もライブ。めっちゃ針見るね、針見る系のね、いやー針見た方が怖くない？こんな細長いものがこの上に、だってもうさ腕の長さと変わんないやみたいな、すごい長さの細い針をさ刺してるんだよ腕に、信じられなくない？今これ長いの入ってんだとか思うともう耐えられないからってしてる。そう、絶対にあんな長くなくていいの、本当にそう、本当にそうよ。あとさ、こうさ苦手な方いらっしゃったらごめんね、でも私も苦手だからあれなんだけど、こう薬とか入ってるじゃん、こうってこうやってしてるのもう分かんないね、こう腕がズンってもう何ミリリットル入るか分かんないけど、その何ミリリットル分の重みがこうズンって感じるの、それが怖くてさ、ってか分かるんじゃん、あ今入ってるやん、痛いってなるのよ。いやー本当に、ね、もうね、ね、嫌よね。タコさんありがとう。でさ、採血もねあったけど、私人生初だったから手グパグパしてくださいって言ったけど、ただグパグパしたいのにできないずっとなってた。難しいね、これが毎年あると思うと健康診断は嫌だな。ハハハハハハって力が入らない。だって目がんげまってたと思います多分ね。
そうでもすっごい健康だった、私健康でしたよ。そう確かに。いやでもね、先生によっては本当になんかあ終わったっていう感じもあるし、注射ってさ存続限りじゃないじゃん、終わった後もさなんかもう一生重いのよ、こうがああもうもうなんかもう右肩下がるみたいな感じするから、そう私はこうね、インフルエンザとかのさワクチンとか打ったりねしても、もうその日一日中私はね、あ腕上げられなくなる、そういつもより下げてる、こうやって歩くからね、なんかこう物取るのも肘は動けるじゃん、まあ、基本左でもう肘動かして肘動く範囲でって感じかな、こうはしないね。そう本当に何入れられてんだって、いやすごいね、みんなと一緒のものだと思うけど特に買ったものは入れてないんだけど、でもなんかもう怖くてさ、もう重くてさ、あーってなってる、注射怖いし、あね、ビタミン、それが原因かな、ぐわっ終わったよ。配信でさ、お医者さんの方とかきっといらっしゃるじゃん、1888人の中には、何言ってんだこの子って思われそうなわけあるかいってね、私の知識のない医療話は。いやーさ、世の中さいろんな職業あるけどさ、まあ、お医者さんもだし、いやもう職業もう全部すごいんだけどさ、お医者さんとかさすっごい量のさなんかこう知識がもうね知識入れなきゃいけないし、もうすごいなと思って、私は生まれてこの方お医者さんになりたいと思えないくらいな、もう絶対にそのすごい知識が入らないっていうのを自分の中でもう限界を感じているので本当に私は一度も自分の能力ではお医者さんに なれる気がしなくて夢で描いたことはないんですけれども、本当にすごいなっていうね思います。すごいよね。そう、ね、いらっしゃると思うよ。すごいよねアイドル転職嬉しい。でも本当にね、アイドルというか芸能界というかね、幸せです。今もうすごく幸せです。そうね、気持ちがすごすぎる。いやもう本当にもうね、将来の夢でお医者さんって私は言えたことがないですね。私昔からね、ケーキ屋さんとか言ってた。なんかこう芸能界行きたいっていう気持ちもあったけど、表では言ってなかった。だし私料理も好きだから、2つの夢を並行して、並行、いや違うな、並行までは言ってないけど、密かにケーキ屋さんって言ってたそう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 、面白かった、嬉しかったですお話を聞いてくれてありがとう。こちらこそですよ本当に。そうね、ニアジョイとしてもね、私を見つけてくれてありがとうございます。本当にメンタルサポーターなってる、メンタルサポーターですよ。そうでもね、
私はねケーキをねケーキ屋さんとか言いながらね、私はケーキは全然作ったことはないんですよ。でもケーキの動画見るの本当に好きで、前にもなんか配信言っちゃってるかもしれないですけど、あの知識はあると思うの。もう知識はね任せて、ただそのイントでしょうかね、わかんないけど、ナッペナッペとかしたことないけど仕方はわかるから一回やってみたいっていうね。お時間ね、そうなの、私って喋るとさ目覚めるんだなと思って、でもちょっと明日のために今日は早く帰っちゃうけどね、ありがとうございます。そうね、難しいらしいのよ、でも仕方はわかるから任せてっていう、本当になんかさ私ありもしない自信がどんどん湧いてくるんだよね。そうだるまありがとう。そう今日はね終わっちゃうの。そういったことないけどできると思う、信じてください。どこに信じられる要素があるんだって話。お菓子はねクッキーとかマドレーヌシフォンケーキとかはよく作ったことがありますね。あとねチュロスとかも作ったことある、ガトーショコラもあるよ。あとね生チョコとかもあるけど、そうそうそう、ねなんやかんやね作ったかな。あとなんかゼリー系とかもいろいろ作った、一回マシュマロ作ったことあるけどね、マシュマロはなんか失敗とかしたね。まあ、作り方いろいろあるんだと思うけど、私が見たもの通りにやってたつもりなんだけどなんかわけわかんないことになって、そうマシュマロだけはなんか失敗しただけはというか、まあまあ全て失敗したこともきっとあるけど、すごい明らかに失敗でしょみたいなマシュマロですか。他はさ、まあ、食べれる味というか食べれる味ではあるのでいいんだけど、そうそうそう難しかったですね。グミとかも作ったことあるよ。広島の山ちゃんさん、水は南さん、神吉さん、ありがとうございます。リシ、I love you! I love you! ありがとうございます。乃木坂さんです。グミ、そう、グミはゼラチン、そうなの。あ、マカロンもある、そういえばある。グミはね、まあいろいろあると思うけど、作り方はあのゼリーを作るよりも多いゼラチンを入れたら意外とできるという。あと味もすごいシロップ系甘くしたらグミになるっていうね。そうそうそう、トゥンカロン、マカロンのあれだよね、ま、あの中のクリームが多い版がトゥンカロンだよね。トゥンカロンはないですね。マカロンぐらいのクリームしか絞ってないかも。じゃあちょっと早いんだけど誕生日しちゃいますね。10歳の方からです。13位、長崎県民さん、ありがとうございます。12位、達也さん、ありがとうございます。11位、おこーなーブリッジさん、ありがとうございます。10位、トトマルくん、ありがとうございます。9位、カズリージャさん、ありがとうございます。8位、ハワージさん、ありがとうございます。7位、ポテトちゃん、ありがとうございます。6位、ふみさん、ありがとうございます。5位、広島のやまちゃん、梅沢みなみさん、神押しさん、ありがとうございます。ちょっと待ってね、
ありがとうございます。4位太郎韓国さん、ありがとうございます。3位空の魚さん、ありがとうございます。2位りくやさん、ありがとうございます。そして1位しげじさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、いい感じ、ずれつない、今日完璧だ。眠いのにと思うじゃん。もう眠気覚めたからね、任せてください。眠気覚めてるんで。でも今日は明日のために、明日に備えて早く寝たいと思います。めっちゃ集中するからね、間違いないよね。そう、うんうんうん、なべなべ嬉しかった、こちらこそです。皆さんありがとうございました。本当に本当に、いやー、寝れる、寝ようと思ったら、私はね12時間以上も寝れる人なので。明日は夜です。夜の何時頃かはちょっと、もうちょっと、うーん、でも明日ちょっとそんな長くないかもしれない、私のトータル体力的な問題でね。ちょっとわかんない、わかんないけど、何時ぐらいかな。でも今ぐらいの時間になると思います。なので、なので、あれで楽しかったって、嬉しい、ありがとうございます。嬉しかったです、来てくださって、コメントもありがとうございます。そう、私の HP わかんない。でも皆さんとお会いできるから、テンション高いかもね、わかんないけど、また決めたら打っておきますね。ということで、皆さん明日はねスペシャルライブと入場会とね、でもとても楽しみですね。お会いできる方もいらっしゃるということで、お会いできる方はぜひね、自分ここに座るよってね教えていただけると私は嬉しいです。ここにいるっていうのね教えてくださると、じゃあもう見つけたいと思います。で、赤でね、お待ちしてます。もう皆さんいっぱい赤振ってね。そう、ちょっと私もさ初めてのねイベントなので、わかんないけど、わかんないというか、どういう雰囲気なのかがわかんないけど、でももう楽しみなのはもう間違いない。とてもね、皆さんもね遠くからいらっしゃる方もいらっしゃると思うし、てかね、きっと皆さん遠いと思うし、どんな距離であれ、隣の駅とはという方もいらっしゃるかもしれないけど、まあ、気持ち移動はあると思うから、気をつけて来てくださいね。元気な姿でお会いできるのは楽しみにしてます。ウェブシーンで出るようにお待ちなかけてもらうと、すごい、本当にレナタンありがとう、嬉しいんだけど、よかった、私の念が通じてたね、ありがとう、やったね、やった、嬉しい、ありがとう、コメントもありがとう。ちさきんさん、かわいい、こんばんはって、はじめまして、村山優香です。ニアリコールジョイの村山優香です、よろしくお願いします。今日は配信終わっちゃうんですけれども、明日もこの時間ぐらいに配信するので、ぜひぜひ見に来ていただけますと嬉しいです。虹色の星ありがとう。ということでね、皆さん楽しみましょう、明日お会いできる方は楽しみましょう。遅くなってごめんなさい、全然だよ、ありがとう、覚えててくれたの、嬉しいよ、ゆかもよかって、ゆかもそれだけで嬉しいので、ありがとう、本当に明日楽しもうね、ハート、イエイイエイイエイ、ありがとう。取れたかな早すぎた、取れた、ありがとうって、こっちでこそだよ、ありがとう、取れた、よかった、取れましたか、こんばんは、こんばんは、お疲れ様です。じゃあ取れたということで、皆さん今日も見ていただき
ありがとうございました。また明日お会いできるのを楽しみにしています。それではではでは、またねー。良いゴールデンウィークをお過ごしください。バイバーイ。ありがとうございました。